下条妙蓮寺。下条妙蓮寺は、静岡県富士宮市にある、日蓮正宗の元山各寺院である。三号は、多方富士山。正式名称は、妙蓮寺。日光の宝脈を継承し、勝ち列派、中祖本物論を報ずる富士門流に属してきた。かつては、静岡県の旧駿河の東部に分布する大石寺、北山本門寺、西山本門寺。 小泉久遠寺と共に、道門流の藤子山を構成し、かつ、京都陽宝寺、伊豆実上寺、安田大本寺と合わせて、京門八本山の一つにも数えられた。明治期には、藤門流の統一兄弟日蓮宗京門派、後本門宗の結成に参加、京門八本山より、林番制で就任する同州の館長には、第三代として、寺堀日吉。 第十三代二十一代として稲葉美穏やかなどが着任し、現在の住職は四十六代、漆端幸男、日蓮正宗修務院海外部長である。表門及び客殿は、この地方に残る木造建築としては、最大級のもので、富士宮市指定文化財に指定されている。清中元年、百二十四年大石寺海域の南城時光が、 つまみょれんにの一周聞くようのため自らの邸宅跡を寺院とし、解散に弱微亡日課を招いて混流。回帰とされる弱日亡日課、日家は、日蓮正宗においては、大石寺住職、日蓮正宗保守にのみ与えられる、商人号を許され、日課、日家、商人とこらい号されており、妙蓮寺と同じく日課商人回帰とされる、 日蓮正宗総元山大石自刀中石誹謗は大官房と称され、達中寺院すべての山と並びに兵が黒漆で、あるにもかかわらず、錆ビ誹だけは朱塗りとされてきた。これは、日下商人が大石寺解散、日蓮正宗第二祖日光をよく補佐し、大官を務めたことによるとされている。したがって古来、妙蓮寺の山。 の山忠氏はすべて大石寺に準じており、大石寺と通用があったが、戦後の宗教法人法改正までは、大石寺に準じて、相続は法して、自運交流を図ってきた。達中に七が、某、本名某、新境某、蓮光某、蓮はじめ某、蓮寺某、蓮三某、蓮四某があり、他に、田田正寺、藤宮市、蓮光寺等の旧末寺がある。 伽藍は、本堂、見掛け堂、客殿、回帰堂、日課堂、法上、三門、墓地等よりなる。妙蓮寺が南城屋敷跡であることは、総本山大石寺十七世日生の家中小日華殿に時光の旧宅を展示て寺となす。堀の内とゴース。南城の堀の内なるゆえなり、今の妙蓮寺これなり。 日蓮正宗聖天六百六十六とあることから古来より争いはなかった。現在の境内地は戦後の農地開放で縮小されているが、もともとの境内地は明蓮寺の寺名ともなっている、明蓮村人の墓所、現在の三影堂の約二百メートル北周辺を北原都市、明蓮寺の南側墓地と下の坊の中間付近にあった宗門、古来、大門と称す。 原文に1737に消失付近を難原としていた。これらのことから、明蓮寺は、富士五山の中では、やや小さいながらも、南北で1キロメートル以上の境内地を有していたと考えられる。また、旧境内における東西の際は、江戸時代の越え図によれば、東の際は大関堀、西の際は大関の支流である半米堀であったと考えられる。 上野の中心的用水路である大関は、上野村市、初記録22巻365ページによれば、現在のように水量豊富でなかったにせよ、徳川以前から存在したことが確実であるとされる。南城家の後に、上野に入植した地頭は存在しなかったと考えられることから、あるいはこれらの用水路は、南城家による事業であろうか、さらけん。ちなみに、 上野の用水路はすべて芝川、刈谷戸付近より取水している。芝川は安定かつ豊富な水量が湧き水を水源として流れる川である。上野には東にうるい川があるが、うるい川は富士山の雪解け水を水源,水源とした水量の安定しない川であることから、上野の工作田を潤すには不十分であるとして取水されなかったと考えられる。この他に中瀬木り、 ニーボリといった用水路が上野にはあるが、ニーボリは中関の支流で、中関掘りの成立は上野村史初記録二十二巻三百六十七ページでは、大井堀とほぼ同時期と推定している。大公村例、南城時光の墓所は、明蓮寺の南西約一キロメートルの宮の前に所在している。時光の父、 南城氷衛七郎の墓所はさらに南西200メートルほどの高度多感度に所在し、文英に1265に、日蓮大聖人が南城氷衛七郎の墓参に訪れた際も、高度を訪れたと考えられている。現在、時光の墓地には、明蓮寺44代、漆端日光により、昭和37年に建立された石塔が立つが、 その際に時光の父である、兵衛七郎と母にの石塔も合わせて建立されている。太閤尊霊の墓地がもともと宮前に所在したのか、それとも一旦は、父と同じ高度に埋葬されたのかは定かでないが、通説では、一旦は高度を墓所として、後に現在地に移されたものと解されている。現在、ヒヒロが建立した石塔の後ろには、 妙蓮寺十九世南城アジャリ飛タが明暦元年に建立した旧石塔がある。どっちが移転したとすれば、これより以前のこととなるが、あるいは飛タが移転の措置を講じたものか。いずれにせよ、対抗尊霊の墓所がもともと妙蓮寺の管理にかかるものであったことがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。